迷惑系 YouTuber のシンニャットさんが新宿歌舞伎町に6月にオープンしたばかりの回転ワンコそば店で配信企画を敢行。その中で食べ過ぎて嘔吐しかける場面があり、大きな騒動に発展している。オープン後、配信者の間でこの回転ワンコそばにリレー形式で挑戦するというブームが続いていたが、そんな中20日に挑戦したのがシンニャットさん。同日に挑戦中の動画をアップしていたが、無理して食べ続けていたのか、途中で口にそばを詰め込んだ状態で嘔吐しかけるという場面があった。この一連の騒動にシンニャットさんはツイッターで、炎上で閲覧は多いが喧嘩や迷惑行為に毎度のことながらなってまう俺は、そんなつもりはないのにと嘆き、何をしてもそうなってしまう属性だったり運命なのかもしれないとポエム帳に綴っていた。多くの人がシンニャットさんに対して子供かと呆れる一方で、僕は全く逆の考えを持っていて、今回のシンニャットさんの言動って言い訳ばっかりしている子供というよりかは、自分の非を認めない老害なんだよね。意味のわからん持論での責任逃れと人の意見を聞かない頑固さ、多くの人が想像する嫌なおじさんそのままでしょ。これが俺のエンタメやから、炎上ってのはエンタメだから、何かあった時にエンタメという言葉に逃げすぎなんだよね。人に迷惑かけるエンタメって何って話だし、 1,2 回程度なら笑って許してくれる人もいるだろうけど、何度もすればさすがに笑えないよね。シンニャットさんの中では笑えるおふざけなのかもしれないけど、多くの人からは不愉快な迷惑行為だよ、全くもって面白くもないし、炎上しすぎて燃えかすになっていることを自覚した方がいいよ。おそらくシンニャットさんはヘズマリュウみたいになりたいんだろうけど、なれないと思う。ヘズマリュウは取り上げられた先も計算してやっているけど、シンニャットさんは取り上げられるのがゴールで、その後のことを全く考えていないからヘイトがたまるんだよ。シンニャットさんなりに計算しているのかもしれないけど、その計算が合ってないということを自覚してほしいね。最後にアドバイスすると、ツイッターの文章が読みにくいから国語力を鍛えた方がいいと思います。今回は以上だよ。ご視聴ありがとうございました。